光先生、YouTube です、はい。よろしくお願いします。お願いします。前回の動画で行政書士の仕事を分かりやすく説明していただいて、その仕事ってどうやって受注してるんですか？そもそもね、めちゃくちゃ質問が多いテーマだしね。仕事は分かったよ。そもそも仕事受注しないと仕事始まらないだろうと、まさにおっしゃる通り。そんなね、ご質問が非常に多いテーマでお話していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。ざっくり言うと、お仕事のいただく経路っていうのは、まず一つ目はホームページ、ウェブ関連からの新規のお問い合わせ。二つ目は既存のお客様からの再度ご依頼。三つ目はご紹介。四つ目はセミナー等でお集まりいただいた方々からの受注。まあ大きく分けるとこんな四つですね。ウェブからの新規のお問い合わせっていうのは想像つきやすいと思うんですけど、しっかりしたホームページを作って、それから SEO をしっかり意識してお客様目線で専門的なブログ記事書いていくことで検索上位に持ってくると。お客様はこういう案件の時にどういうワードで Google 検索するのかなっていうのをしっかり考えた上で、そのワードで検索された時に自分たちが上位に来ていればいいわけで、そして上位に来た上でそのサイトを見て、あ、問い合わせをしたいなっていう動線をしっかりしておくとかですね、このあたりのウェブマーケティングをしっかりやっていくこと、あとはしっかりとお客様に案件を誠実に完成させてお客様のニーズに応えていけば、今度またお客様がもう1店舗出すよとか次の事業をやるよっていう時にまたお客様から再度リピートのお仕事のご依頼が来たりもします。これも非常に重要です。これもというよりこれが一番重要だと思いますね。あとはご紹介ですよね。でご紹介の経路っていうのはいろいろあります。例えば既存のお客様からご友人を紹介していただくってこともあるし、他事業との連携、例えば税理士事務所さんの顧問先様が許認可のお悩みを税理士さんに相談した、その税理士さんからご紹介をいただくっていうこともあるでしょうし、他事業との連携、他事業からのご紹介っていうのもあります。あとは専門分野が明確になればなるほどですけど、その専門分野の関連業者さん、例えば、うちの場合ですと医療許認可が専門なので製薬会社さん、医療機器メーカーさん、テナントを貸す不動産会社さん、それから各種医療の学会勉強会であったりとか、あとはよくうちからお客様をご紹介する金融機関さんがあったりするので、金融機関様からのご紹介があったり、そういう関連業者さんとのパイプっていうのをしっかり構築しておくことでお仕事のご紹介は生まれていくということですね。あとはやっぱり事業としては講師として喋れるって、これ大きいわけですよ。セミナーをやるとかね、例えばこういうような法改正があって気をつけるべきはこういうことです、こういうことをしなくてはいけませんっていうようなプレゼンテーションを多くの人の前でお話しするわけですよね。最近だと Zoom っていう方法もあるんで100人200人規模でお話を聞いていただくってこともあるんですけれども、そういうところできちんと信頼できる、あ、この人にお任せしたいなっていう共感と信頼を得ることができれば、そこから大量にねご依頼をいただくこともありますので、やっぱりセミナーで喋れる、講演ができるっていうのは、これはやっぱり専門家としては非常に大事なことかなというふうに思います。でこのセミナーに関しても自分がセミナーに人を集めるっていう自分主催の場合もあれば、他の団体が主催しているところに講師として行って、そこのセミナーのお客様はそこの団体が集めてくださるんで講師として行くだけっていうパターンもありますし、いろんなパターンがあります。これはね両方大事かなというふうに思います。でこれらの方法でお客様との接点をたくさん持っていって、冒頭のお客様との一対一面談を行ってご契約をいただいて案件を受注して完成させる、これを繰り返していくっていうことですね。で繰り返していけば繰り返していくほど既存のお客様っていうのが増えるわけですから、既存のお客様にしっかりとお役立ち貢献してれば再度リピートしていただいたり、またご友人を紹介していただいたりっていうことが起こっていきますので、まあ、その波が作れてしまえば、まあお仕事に困ることもないし、自分が専門分野でこの業務なら任せろっていう分野があれば、そこで失敗することもほとんどなくなっていくでしょうし、まあ、基本的には順風満帆でいけるのかなというふうに思います。でこれがさらに規模が大きくなってきても、仕事が多くなってくると、やはり補助者を採用する、スタッフを採用して今度はスタッフを育成していくっていうね、組織化の問題も出てくるんですけど、どの程度の規模で自分がやっていきたいかっていうのはその人個人の価値観の問題なので、自分一人でずっとフリーランス的にやっていきたいよっていう人もそれはそれでいいし、いやいやできる限り影響力の輪を大きく組織化していくんだよっていうのもそれも正解だし、それは人それぞれね、目指す夢に向かってやっていければいいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、お客様をどうやって集めるのに関しては、公式 LINE 限定の動画でね、これから少しずつ細かく深掘りしてお話ししていきたいと思いますので、ぜひそちらご興味ある方は概要欄の URL から公式 LINE ぜひお友達になってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。この動画が良かったと思った方はグッドボタンと、質問などございましたらコメント欄にどんどん記入していただけると大変励みになります。いい質問に関してはピックアップしてその回答の動画を作ったりもしますので、ぜひ皆さんのお力をお貸しください。チャンネル登録もお待ちしております。それでは今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。
僕古川光は無料の公式 LINE やってます。 YouTube では伝えきれない、無料で公開するのはあまりにもったいない、そんなとっておきの情報や限定動画を配信してます。ご興味ある方は概要欄の URL からぜひ僕とお友達になってください。